北京商務中心区は中華、人民共和国北京市朝日区に位置するビジネスセンター。北京の新規中心業務地区として開発された新都心。世界経済の中枢地区となることを目指して、北京市政府によって開発が進められている。北京 CBD とも称される。北から見た北京 CBD。左は中国中央電子大本部ビル。右に、 国防三機が見える、紫金城を中心とした北京旧市街よりも東側に一致しており、西は建国門外、朝日門外の各国大使館地区に隣接している。南の境界線には通り恵み側が流れる。CBD は北京を東西に貫く大通りである、建国門外大街と北京の内側から3番目の環状道路である東。 三環路との交差点を中心とした3.99平方キロメートルの面積に広がり、超高層のオフィスビルホテル、ショッピングセンターマンション、文化施設などが立ち並ぶ。この地区には中国を代表する金融機関、メディアなどの大企業本社や世界各国の名だたる銀行、保険、電子、情報、コンサルタントなど多国籍企業の中国本部が置かれている。 これらの企業に勤める外国人やエリートサラリーマンなどが地区内のマンションに居住し、国防省場などのショッピングセンターや映画館、劇場は北京市民の買い物や娯楽の場所にもなっている。道路や地下鉄などの便はよく、一帯には法律事務所、会計事務所、国際展示場、宅配業者など国際的なビジネスを支えるサービス業も集積している。 北京 CBD は市街地西部の西に関路付近にある北京金融街に次ぐ北京の金融センターに位置づけられている。このビジネス街を発展させるため CBD をさらに東へ拡大し東四関路に至る3平方キロメートルを新たに開発する計画も進められている。CBD の中心となる国、傍教周辺を大北洋と呼ぶことから 北京人は北京 CBD のことを語呂合わせで中国北京大北洋とも言う。この地区はかつてはレンガを焼く窯が多く、大北洋という地名が残っている。中華人民共和国建国以後、大北洋には北京第一工作機械工場が建ち、一帯は同工場に属する工業地帯となった。1980年前後から西側諸国など中華人民共和国と、 新たに国交を持った国々の大使館が建国門外に集積するようになり、1985年から1990年にかけてその東に中国国際貿易センター第一期が建設され、オフィスビルや高級ホテルや国際会議場が供給された。北京市政府は1990年代初頭に構想された都市計画案。 北京城市総大騎馬の中で新たな中心業務地区を建設する戦略を提案している。1993年にはこの計画を中華人民共和国国務院が批准した。北京市都市計画設計研究院が編集した北京市商務中心騎馬では北京 CBD の範囲は西は東、大橋寺、東は東三環路、南は光花寺、北は朝寺となっている。 都市計画設計研究院は1997年には CBD 計画の規模を拡大し、東は東三環路を越えて、西大暴路まで、南は通り恵み側まで、北は助馬川の南側に開発を抑制する、広廃地区を設定した。開発は2000年前後から開始され、工場は解体されその跡地に激しい勢いで、高層ビルが立ち並んだ。 2009年5月11日の市政府の仙台会では共産党市と市政府が北京 CBD のさらなる拡張を決定した。これによりさらに6年から8年をかけて東4貫路までの地域が開発されることになる。開発計画のコンペではアメリカのスキットモア・オーイングズメリル社が勝ち、環境に配慮しゴミや二酸化炭素の排出を抑える。 緑の多い外区が作られることになった。北京 CBD。県外双方、北京銀体中心、国際貿易センターを中心とした一角建設から8年ほどで、北京 CBD には、フォーチュン市の世界企業ランキング500社に挙げられた企業のうち117社が拠点を置くなど、各国の多国籍企業が集中している。 北京に進出した大手外国企業のうち70%が CBD に集まっている。この地区には北京電子台の新社屋である41階建て、高さ239メートルの北京テレビセンターが建てられたほか、2008年には中国中央電子台の新社屋である54階建て、高さ234メートルの中国中央電子台本部ビルも竣工した。またロイター。 AP 通信、フランス通信社、法王英視、CNN、BBC など各国のメディアや通信社もこの地区に集まっている。中国で中立大学、聖火大学美術学院、首都経済貿易大学なども CBD 周辺にあり、CBD のメディア企業や金融企業に人材を供給している。2001年に設置された 北京 CBD 管理委員会はこの地区の計画と管理に責任を持ち、投資を集め、労働環境を高める業務を行っている。委員会は、進出企業に対してワンストップサービスを提供しており、法務、税務、中国政府の政策などの情報入手や各種認可などの業務が一箇所で完結するようになっている。また北京 CBD 国際商務設や国際フォーラム、 党の催しを通じて世界へ情報を提供している。北京 CBD。手前は1985年から1990年にかけて建設された中国国際貿易センター第一期。中国村最寄り駅は、北京地下鉄1号線と10号線の国貿易。ありがとうございます。